おはよう前橋から。皆さんおはようございます。おはようございます。5月10日月曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはかんだ、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。皆さんおはようございます。月曜日です。古仙じいちゃんでございますよ。はい、今日も古仙じいちゃんと元気よくお送りしてまいります、はい、よろしくお願いします。さあ今週もスタートです。始まりましたね。え、週末は結構暑かったので、そう結構行ったんだよね。高崎だと30度行ったそうでね、前橋ちょっとね曇ったっていうかさ、うん、なんか朝は晴れてたんだけど、あじわじわ曇ってきてね。お、うん、でもあれですよ、真夏日になったんですよらしいね。また初ね、今年になってね。30度超えのところがあったらしいじゃん。そう、高崎でね、うん、そうか、今言った前だ言った前だよ。さっき言ったじゃん、オウム返し、うん、オウム返し、何聞いてんだ。で今日も27度本当かな、南部は上がりますよ。どれが行ったな、6月、7月ぐらいの気温だって言われておりますけど、うん、そうだね、ねえ、気取り何でも早い方がいい。そういうことはないから、うん、まあというわけで今週もねちょっと暑くなっていきそうですけど、はい、暑いといえば群馬クレイサンダーズ、うん、準決勝進出です。すごいね、おめでとうございます。週末もう大切なプレーオフの準々決勝が山形との試合がありまして、はい、先に2勝したら準決勝に進めるんですけど、うん、最初に2勝して準決勝進出です。おめでとうございます。盛り上がったでしょ。ね、あの MWEB でも9日の日のチケットをプレゼント応募してたので、うん、このチケットで試合を見に行ったよって方がいらっしゃると思うんですよね、はい、嬉しいですね。うん、当たった。ねえ、そうだよね。そいつね、見に行った試合やっぱりね、応援してる側は勝ってほしいもんね、当然ね。そうですよね。で今週が準決勝で越谷との試合がここ前橋市の大和新兵体育館で行われて、うん、この試合で2勝すると、うん、念願の B1 です。そうです、世界が広がります。あ、ね、上行くとねまた厳しいだろうけどね。いやでもすごいことですからね。すごい ね。でこの話はねまたしていきたいと思います、はい、そして今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマはふりかけ。はい、今日はこのふりかけ好きですというテーマで皆さんからメールを送っていただきたいと思います。ふりかけにもいろんな種類ありますよね、こせんちゃん。皆さんいろいろあるね。うん、なんかね、振りかけると髪の毛が増えたようななんかなる粉みたいなあるね、振りかけミリオンなんとかっていうね、あったね、コマーシャルやってたね。あとなんか地域限定のものとか、うん、ハードタイプからソフトタイプまで、うん、いろいろあると思うので、今日皆さん振りかけでお待ちしております。いろいろお願いします。じゃあ、こせんちゃん行くよ。はいよ。せーの、いってらっしゃいまし。時刻は7時44分です。おはようすみやさんのコーナー、このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっています。さあリスナーの皆さん、こせんじいちゃん、はい、先週の金曜日のテーマ覚えてますか？先週の金曜日だって。あーちゃん、うん、もう忘れちゃった。え、俺はじいちゃんは書いてあるからいつも言ってるけど、ね、カンニングおじいさん目の前にねノートを言ってるんでね。でも先週の分はちょうどあのそのページの一番上が先週金曜日になってるな。お、じゃあリスナーの皆さんが答えが揃ったところで、はいはい、お願いします。はい、ね、日曜日がねほら母の日だったってことで、ね、そうだね、うん、マザーがテーマでしたね。そうだ、マザーでしたね。マザーです。
じゃあなんとか今日スミヤさんにマザーのメールを、うん、じゃあ送っていただいたのでコセンちゃんお願いします。あ、スミヤさんマザーね。はい、スミヤさんマザーは何なんだろう。あ、じゃあ行きます。お願いします。スミヤさんに、おはようございます。おはようございます。テーママザーでしたね。はい、感動したカモのお母さんの話です。はい、毎朝行く散歩の途中でカモに餌付けをしています。はいはい、うん、そうだよ ね、 ね、 ね、大きくして何を企んでるんでしょうかね。餌いっぱいやって、ね、はい、土曜日の朝いつも通り欄干を叩いて音を出すとカモが1羽出てきました。ほうほう、早くおいでと言うとその後ろから子ガモが出てくる出てくる、全部で14羽でした。そんなに隠れてたの。いっぱいね、子沢山なんですねこのカモ。まだ小さくてパンくずは食べられませんが、お母さんはたくさん食べます、ね、お母さん子供の分を取っちゃうかな。いつも食べているカモたちが近づいてきた時にはこのお母さん大きな声を出して威嚇しています。他のカモ寄せつけないんだ。ちょっと意地の悪いお母さんカモなんですね。カラスなどが近づいた時にも怒って追い払うのかと思うと母親は偉いなと思いました。スミヤ、もう人間も動物も関係ないってことですよね。だ他のがね、まあ、同類のカモにも威嚇したり、うん、カラスがね来たらもっとね怒ってね、うん、追い払う。やっぱ子供がね成長するまでは大変だよ、うん、カモのお母さんも。いや母って何にでも共通なんですよね、うん、いやースミヤさんがそのね子育てに協力してるってことですね。カモのカモの14羽もいるんだね。子ガモが14羽も揃ってるなんて、食費も大変でしょうね。カモのねパン、うん、パンあげてるんだよね。そうパンあげてるって言ってたね。食パン買ってるっつもんね、カモにあげるために、ね、でもね、まあ、皆さん母の日でしたけど、うん、どう過ごしましたかね。うん、ね、私もあの母にね、あのピンクの、今すごいんですよケーキ屋さん行ったら、ピンクの何をあげる、ピンクのケーキなんですけど、うん、もうバラのようなピンクのケーキみたいな、うん、なんだこりゃみたいな、色がカラフルすぎて全部ピンクのって、そう、もうピンクのケーキで、ね、ピンク色のバラの花をねこうギュッて絞り出したやつがね、うん、乗ってるっちゃあるけどね、うん、そういうのもあったよ、うん、もうすごい今のケーキ屋さんってカラフルで。それを何送ったんすか。うん、それを買ってたのと、うん、あとはあのワンちゃんの犬、うん、犬のケースに入ったカーネーションを。犬のケース、そう、なんか、なんかね、犬型の、犬型、本当に犬型、犬型のケースにカーネーションが入ってるの。そう、犬型なんですよ入れ物が。でそれをカーネーションお母さんが植えて、うん、植えてってかやって、うん、その犬は今家の玄関の番犬になってるってお母さん。そんな大きいやつ。そんな大きくないけど、そこそこ、うん、こんぐらい、なんてどのぐらいだろう。あーちゃんの顔の倍ぐらいある。あ、そこそこでっかいじゃない。そうよ。もう手で今ね大きさ、うん、軽く、うん、90センチちょっと持ってみたけど。そんな大きくない。うん、番犬だるね犬ね。ね、まあ皆さんは。どんな母の日を過ごしたでしょうか、はい、ね、あのリスナーさんの中にもたくさんお母さんがいらっしゃいますし、はい、本当にね全国のお母さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでいつも送ってくれるスミヤさんのコーナー、おはようスミヤさんのコーナーでした。ありがとうございました。どうもでした。時刻は7時49分を回っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間はあーちゃんこと磯日彩香と小泉じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。さあ今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマはね、ふりかけ。はい、今日はふりかけ、ふりかけちゃおう、このふりかけ好きですというテーマで皆さんからメールをいただきたいです、うん、熱々のご飯にふりかけって最高ですね。だね、ハードタイプからソフトタイプ、いろんな種類味、その地域限定のものだったり、ふりかけは豊富です。あなたはどんなふりかけが好きですか。またふりかけエピソードがあったらぜひ教えてください、はい、
ラジオネームつんちゃんの母さんから早速メールをいただいております。その母さん、おはからです。おはから。今朝は明るくて気持ちのいい朝ですね。さあ頑張るぞって感じになりますね。まあお休みなんですけど。そうなんです。休みも頑張ってくださいね。最高の休みじゃないですか、うん、気持ちいい ね、 今日ね。さて今日のテーマ、ふりかけ。ふりかけといえば丸美屋のすき焼きふりかけ。うん、これは鉄板ですねと。もうね、あーちゃん2人分くらい食べてるよと。私すごいですね、そんなに。年でも重さでもいいわよ。私の人生で全く欠かしたことがないほどいつも買い置きしております。何にでもかけますが、そのままストレートでも食べちゃう。ちょっとずつ手に取ってペロッと食べてお茶いただく、たまらんと言っております。ふりかけだけ食べる人っているんだよ。はい、私もつーちゃんとマンさん一緒だよ。そう、味濃いだろうに。美味しいのふりかけだけ食べるのが、まあ、それだけ食べてその後やっぱなんかほら、うん、それをこうね、ちょっとな、何お茶飲んだりとかしてさ、はいはい、濃さを半減させないと辛いんじゃない。そうだから、つん母はお茶いただくって言ってる、うん、あーちゃん何、あーちゃんは一時期ダイエットしてた時に、うん、もうご飯にふりかけが大好きなんですけど、うん、ご飯食べちゃうと太っちゃうからって言ってふりかけだけを食べてたっていう。悲しい。それなんかすごい濃い味が好きになっちゃいそうだよね。いやー、でもそこまでじゃないから。いや、そのまま食べたことないけど、かなりね、味付き濃いと思うんだけどな。あれはでも仕方がなかった話なんです。仕方がなかった。でもほら、丸美屋のすき焼きふりかけはこれは鉄板だから、うん、みんな食べたことあるんじゃないんですか。私ない。 あるよ。ある。どんな味するんですか。でもすき焼きの味が。そっか、すき焼きだもん。まさに。なんかね、粒々がね、うん、茶色いのが入ってて、肉の粒みたいなさ。絶対美味しいじゃん、うん、感触っつうか、そういう風に意図的に作ったんだろうけどさ。あ、粒がちょっと大きいやつだ。なんかそう、ゴロゴロ、うんうんうん、粒っていう感じのが入ってて、粒って感じのやつでしょ、うん、それ茶色く、うんうんうん、焦げ茶色してて肉みたいなの見たことある、うん、あれがそうなんだ。うん、なんか味濃かってな気がするけどな。もう近年食べてないけど。じゃあ他のリスナーさんの中でね、うん、これが丸美屋のすき焼きふりかけ鉄板って方がいたらぜひ教えてください、ね、いるでしょう。さあ、またメールお待ちしております。8台でお会いしましょう。時刻は8時19分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。あーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。さあさあさあ、先ほどは、前橋系にオンザレディオが、うん、放送されておりましたけど、はいはい、今ですね、 Mwave ではこの競輪のね、うん、深山王冠争奪戦開催を記念して、はい、フォロー&リツイートキャンペーンを開催中なんですね。フォロー&リツイート、小千じいちゃんに言うとね、分かりやすく言うと、うん、SNS は分かる？ SM なら SM SN だね。サービスマニュアル。あ、そうそう、 SM びっくりした、はい、それで Twitter っていう媒体があるのね。ツイートするってやつだね。そうだね、うん、リツイートとかフォローっていうのがあるんだけど、はい、その Mwave のね、 Twitter があって、その Mwave をフォローしてくれて、うん、リツイートしてくれた方々にはですね、抽選で15名様にクオカードをプレゼントしてるんです、うん、おー、これも深山王冠争奪戦デザインのクオカードなんですよ。でも5月8日から応募したんですよね、うん、そしたらなんとですね、 Mwave フォロワー数が2000人増えました。すごいじゃないですか。へー、前回は5000人ぐらい増えたんですよ。あー、そうなんだ。でリツイートも今2500ぐらいいってるのかな、うんうんうん、すごいですよね。いつも目崎さんが、うん、椅子から転げ落ちてます。転げ落ちてるんだ。もう落ちちゃ落ちちゃ、あ、落ちた、うん、のんちゃん落ちた、今日も落ちちゃ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 落ちてる瞬間を見たい。落ちてる瞬間見たいぞ。びっくりしたよ。落ちちゃ、リツイート数で落ちちゃだったよ、うん、その言葉に私たちが落ちましたから ね落ちたね今ね。落ちました。ね、というわけでたくさんのご応募がありますけど、目崎さん、こちらは日にちはいつまでですか。
5月14日までです。来週だね。あ、今週か。今週の金曜日ですね。金曜日まで、うん、はい、というわけなので、うん、はい、抽選ですよね。抽選です。全員にあげたらとんでもないことになっちゃう。やばいやばい。この曲終わっちゃいますね。終わっちゃう終わっちゃう。でも今2500リツイートだから、うん、2500分の15ってこと。そうですよ。すごいすごい倍率ですよ。なかなか厳しいね。あーたったかたすごいな、ね。まあ、詳しいことは MAVE のツイッターに載っておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、はい、というわけで今日のメールのテーマに移りましょうかね。はい、どうぞ。今日のテーマはふりかけです。はい、今日はふりかけというテーマです。はい、皆さんのお好きなねふりかけぜひ送ってください。ラジオネームなかちゃんからいただいております。なかちゃん、今週は夜勤なので投稿できますということでメールをくれました。ありがとうございます。牛トロフレークってありましたよね。知らねえ。そぼろ状の冷凍牛肉を熱々のご飯にかけるんですよと。ご飯の熱で溶けたところを食べるというふりかけの革命児でした。値段も1瓶1000円くらいして規格外ですが、うん、通販で買えると思いますと。高い、ね、高いですね。何ご飯の熱、余熱っていうかで、うん、そぼろ肉が聞いたことある。これ溶けるん、うん、冷凍のが。なんか一時期流行りませんでした。へこの牛トロフレーク聞いたことある。牛トロフレーク、え、ちょっと前人気になりましたよね。半生、半生みたいな、うん、ご飯にかけると、うん、なんかその熱でって、うん、ほらやっぱりみんな食べてるよ。へえ、知らない。なんか見た目は鮭フレークとマグロの間みたいな。あー、あんな感じのね、色がね、うん、見た目もネギトロみたいな感じかな、見た目が、うんうんうん、へえ。ぜひ皆さんお試しあれ。長ちゃん教えてくれてありがとうございます。牛肉好きにはね、たまんない。たまんなそうだね。うん、続いてラジオネーム俊足さんからいただいております。ありがとうございます。おはようございます。私の好きなふりかけはどこのスーパーでも売っている、うん、瀬戸風味というのり玉とおかかをミックスしたようなふりかけです。もう何年も私のメインのふりかけです。どこでも売ってるの。なんだって、瀬戸風味、瀬戸風味皆さん知ってます。じいちゃんこれも知らない。意外とふりかけたくさんあるんだね。あるだろうね。あ、これか。あの青と水色のしましまのふりかけですよ皆さん。本当だ、のり玉とおかかが混ざってる、うん、これは安定して美味しそうですね。のり玉と、あ、そっか、一粒で二度美味しい。うん。続いてラジオネーム高崎のパパさんです。パパさん、もうふりかけと言ったらねと、丸宮ののり玉、うん、子供の頃はふりかけといえばこれが定番でした。家族で旅行に行った時に朝食はのり玉だよと言われ、ふりかけを連想して楽しみにしていたら味付けのりと生卵ってがっかりした記憶があるね。そっかそっか。のり玉の後に出た同じく丸宮のすき焼き、さっきつんちゃんの母さんが言ってたね、うんうん、ね、今でも数あるふりかけの中で一番好きかなと。おお、いましたね。あ、まあね、まあ、ふりかけと聞いてじいちゃんも真っ先にやっぱりのり玉ってのが出てきたけど。ですよね。キングヤスさんも一番好きなのは昔ながらの定番丸宮ののり玉です。のり玉だね。のりと卵の絶妙なバランスがご飯に本当によく合いますよねとね。小袋に入ったミニサイズの数種類のふりかけがパックになっているのもあるある、いろんな味が楽しめて好きです。ただ家族の中で人気のない味があると最後にそれだけ残り、それだけね、わかる、うん、バラエティパックはね、そうなんだ。だからそういう味はそれだけ残らないようにバランスを見て、好きじゃなくても私が途中で使うようにしています。犠牲になるの、わかる。多分これはご家庭によって余る味は違うと思うんですけど、キングヤスさんちはすき焼き味が残るんですって。そうなの、人気あるのね、すき焼き味。でも小さい頃のふりかけって鮭、うん、卵、うん、おかか、うん、野菜じゃないですか。うん、なんか小さい子のふりかけって、小さい子のね、うん、そっか、単品の方が好むんか。
小さいうちって なんかやっぱり卵とか、うん、そういうの好んじゃうから、だからあーちゃんちゃんいつも野菜が残ってましたね、うん、そうあるんですよご家庭によって。そっかそっかね、ふりかけってみんなが集まる食事の時はおかずがあるから食べないけど、一人でご飯する時によく使ったり、お弁当のともにふりかけの小袋を添えたりして、やっぱりふりかけって欠かせない存在ですよねって金宮さんからいただいております。ねえ、あると便利だよね。大人になってもいいよね。うん、大好きだよね。数いらずだよね、本当にね。ねえ、確かにみんないっぱいくれてるね。ラジオネームルパン三世さんですね。ルパン。自分の好きなふりかけはごま塩です。あ、ごま塩。あ、ごま塩もふりかけになるのか。まあかけるからな。うん。その概念がなかった、あーちゃんには。ごま塩ふりかけってなんかもうちょっと他のもん足したやつ、うん、なかったかな。へえ、うん。自分は比較的味が濃いのを好んでしまうものもあり、うん、おにぎりやお赤飯に多めにかけて食べてしまいます、うん、しかし20代の頃に比べるとだんだんと薄味を好むようになってきたので、年かなと思い始めていますと。もう年かなというか年取ったら薄味の方がねいいらしいけどね、塩分取りすぎちょっと。でもお赤飯にねごま塩をたくさんかける理由は分かりますよ、なんか。まあね、なんとなく、うん、味がしないからね、お赤飯ってそんなに。なんかお豆の味をあのごま塩で消すみたいな。ごま塩は、うん、ごま塩って赤飯でしかかけたことないな。あ、ごま塩おにぎりとか食べたことないですか。ごま塩おにぎりあるんかもしれないけど。あります、うん、あんまり。塩おにぎりはね散々食ったけどね、うん、ごま塩おにぎりないですか。ごま塩ってなんかちょっとねリッチな感じするね、ごまが入ってると。そして、深谷から来ましたさんからです。あーちゃん、こせんじいちゃん、おはからです。おはから、おはから、うん、好きなふりかけはわさびふりかけ。わさびふりかけ美味しいよね。わさび茶漬けはな好きだけど、わさびふりかけってあるかな。食べたことないんですか、こせんちゃん。多分ね、いろんなの食べてるんだろうけどね、うん、うん、ジジイの記憶回路に残ってないんだよ。そうなの、うん、熱々のご飯にかけて食べたら美味しいですね。わさびふりかけね。他には野沢菜ふりかけとか、うん、焼きそばふりかけなどもたまに食べますって、焼きそばふりかけは何それ。多分ない。え、ペヤングとかから出てるってことですか、焼きそばふりかけって。何それ、面白い。ペヤングってすっごいいろんなもん出してるもんねそ、焼きそば味のなんとかっていうのね。なんか野沢菜ふりかけが死んじゃったぐらい焼きそばふりかけが、うん、強烈だな焼きそばふりかけ。焼きそば味なんだ。出てるよペヤングから。ええ、面白い。みんなかけてる。みんな焼きそばの上に焼きそばふりかけをかけてる。焼きそばに焼きそばふりかけかけてどうする。わかんねえ、意味わかんねえ。このメールの中にはわさび、野沢菜、うん、焼きそばと、うん、ちょっとふんだんに詰まってるメールでしたね。うわ、知らなかったな。ぜひ皆さん、深谷から来ましたさんのおすすめ商品食べてみてください。40分台にお会いしましょう。時刻は8時41分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今週も始まりましたね。うん、始まったね。皆さん週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。ということで、はい、あの金曜ロードショーでタイタニックやってましたね。おお、昔の映画だね。ね、つうかもうタイタニック、じいちゃんにとってはそんな昔でもないんだけどさ、うん、でもずっとね、どの世代にもこう受け継がれてるというか、まあ大ヒットのね。あーちゃん家にもそうビデオがあったんですけど、うん、私一度も見たことがなくてタイタニックというものを、みんなには、それタイハラですよ、タイハラ。大丈夫なの。大丈夫でどういうこと。見なくて話題とかにさ乗れないじゃんタイタニック。いやでもなんか
か乗れなくてもなんか生きてこれちゃったんですけど。あ、そっか。じゃあそう、話題にも出なかったか。でもお母さんが大好きで、うん、まあ、見てたんですよね、この間の金曜ロードショーも、うん、私もたまたまそこにいたので見てて、うん、あ、ちょっと続きを見たいと思って、後編は今週なんですよね多分。あ、2週に分けてね、長いからね。だけど私待ちきれなくて、もう違う媒体でもう見ちゃったんですよ、うん、最後まで。あ、最後見ちゃった。え、この映画をなんで私今まで見なかったんだろうって反省しましたね。あー、その早く見ときゃって、人生がちょっと変わったなっていうぐらい良かったぐらい。でもなんか私結構その映画とか見ちゃうと主人公に入っちゃうんですよね、なんて言うんだろう、気持ちが乗っちゃってそこに、うん、だから今も引きずってるんですよ。引きずってるの。だから今もすごく結構気持ちがズンっていう。主人公のどっちに入ったの？え、ローズ。ローズの方。さすがに私同性の方に入るよな普通ね、うん、そっちかなと思うんだけど、うん、じゃあ生き延びた方に入ったんだ、ね、そう。でもなんかだから、あの男性の方ね、デカプリオさんでしたっけ、うん、がっていうところとかも、あと他のね1500人の方々の気持ちを思うと、うん、もうダメだって思って、今もちょっと気持ちが不安定、まあね、本当の話っていうかね、うん、船が沈んだことは本当の話だからね。結構前の作なんですね。あの2人がいたかどうかはちょっと分かんないけどね、うん、え、そうなんだ。そこはそうなんだ。ばあちゃんのさ、あの青い瞳のアップからこう始まるじゃない、はいはいはい、最初ね、予告とかもそうでした ね、うんね、うん、あれがちょっとなんかじいちゃん記憶に残ってる、ああいう始まり方したっていうのはね。あ、そっか、他の映画ではあんまりないことなんですか。あんまりね、うん、はあ。というわけで、はい、皆さん見た方いらっしゃるのではないでしょうか。ないでしょうか。さあ、それではね、週末ということで、群馬クレイサンダーズの話にしていきましょう。はい、はい、朝もお伝えしましたが、うん、準決勝進出です。おめでとうございます。行きましたね。はい、プレーオフが5月7日から全体的に始まって、うん、群馬クレイサンダーズは8日9日と試合がありました。先にね、2勝したチームが勝ちということで、群馬クレイサンダーズは山形に先に2勝しまして、うん、見事準決勝今週の試合に行くことができます。はいはい、あの山形にめちゃくちゃ得点王がいるというのをケンちゃんから教わってまして、うん、だから選手の皆さんはゾーンディフェンスでまず立ち向かっていきましたね。うん、そうなので、まあ1試合目はね、なんとか点を入れることはなく、うん、そこまでね。で次の試合には、なんだろうな、危なかったですね。でも結構接戦。あ、やっぱ作戦ね、いろいろね、うん、練って挑まないとっていうことなんだろうけど、うん、ね、でもね、後半から巻き返してなんとか無事に、はい、ね、勝つことができましたので、今週準決勝がここ前橋市の大和市民体育館で行われます。はい、対戦相手は越谷です。越谷はレギュラーシーズンでも、うん、最初負けてたチームですよ。うん、最初サンダーズが負けたチームなので、うん、油断できないチームなんですよ。うんうんうん、そうなんですよ。越谷、仙台って言われてるけど越谷も危ないですからね。越谷と聞くとどうしてもスネークマンショーを思い出して、何ですかそれは。まあ置いといて、分かる人には分かる。分かる人には分かる。こういうね、古戦ちゃんのボソっていう発言が分かる人にはたまらないみたいですよ。クスってね、笑ってるかもしれない。そうそう、みんな言ってたそれ。はい、ね、というわけで面白い戦いになってくるのではないでしょうか。皆さんね、今コロナ禍でちょっとね、なかなか会場に行くのは難しいかもしれませんけど、インターネットって言うんですか、うん、動画サイトでも見ることができますので、はい、よかったらバスケットライブを見て応援していただきたいなと思います。それと同時にチケットプレゼント MAV は行いましてね、9日の日に5組10名様の方に行っていただきました。ありがたいことに皆さんからメールをいただきまして、チケットありがとうございますとか、行ってきましたとか、行ってきますというメールをいただきました。あ、報告ね、ありがたいね。丁寧ですね、うん、ありがとうございます。はい、よかったですね。ねえ、うん、さあ、というわけで群馬クレイサンダーズ、またね、結果が出ましたらこちらでもお伝えさせていただきますので、はい、よかったらお聞きください。応援しましょう。それでは今日のメールのテーマに行きますかね。はい、古戦ちゃん、今日のテーマお願い。今日のテーマ、ふりかけです。はい、今日はふりかけというテーマです。かけちゃうぞ。ラジオネーム、ドビンチョビン、ハゲチョビンさん。チョビンさん、古戦ちゃん、あーちゃん、皆様おはようございます。おはようございます、チョビンさん。おはようございます。ちょうどテーマが聞きました。ラッキー。パパが好きなふりかけは
のり玉、うん、最近流行りなのはペパ玉。あ、何ペパ玉、なんだ、ブラックペッパーと卵が癖になるみたいです。へー、なるほど、ペッパー、ペパ玉初めて聞いた。ブラックペッパー入ってるの。へー、あとね、生ふりかけだと何、うん、生ふりかけ、生ふりかけってもう何すごい、チョビリさんのメールすごいぞ。半生のなんかってやつなんじゃない、うん、まるっきり生だよね。ないでしょ。なんといってもおばあちゃんが作ってくれたふりかけです。チョビンと娘が大好き。大根の葉、油揚げ、おかか、桜エビ、ごま、ちりめんじゃこなどが入っていて、うん、甘じょっぱくて飯がうまい、ダイエットの敵です。では行ってきますよ、一日を。あー、自家製のやつね。絶対美味しいじゃん、ね、これは食べたい。そっか、いやいや、もうチョビーさんちの孫になりたい、ね、孫になりたいですか。こっそり紛れ込むっていう手もあるね。くせちゃんもなれば気がついたらいる。こういうのを生ふりかけって言うんだね。おー、そうかそうか、絶対家でね、その好きな具材で作ったやつ、うん、大根の葉、油揚げ、おかか、桜えび、ごま、ちりめんじゃこ、うわ、あ、美味しいもんばっかだそれね。え、お腹空いてきた。トゥーパンプさん、パンプさん、ベーシアのふりかけコーナー行くと、うん、ありとあらゆるものが置いてあります、うん、炊きたてのご飯さえあれば塩だけでも食べられるくらいのご飯大好き人間の私ですが、ふりかけってご飯にかけるだけではもったいないですよね。お、私はゆで揚げのパスタにオリーブオイルと好きなふりかけだけで食べることがあります、うん、そしてペヤングソース焼きそばのふりかけを使うとまるでペヤングみたいなパスタになります。へー、すごい、出た出た、さっき言ってたペヤング、使ってる人いた、ここに、うん、パスタに使うんですね。あ、それなるかもしんないね。だってなんだっけ、あのお吸い物あるじゃん、松茸の味のお吸い物、はいはい、うん、あれでほらパスタに絡めて和風パスタ作るの、コマーシャルでやってたよ。知らなかった。もう簡単にできちゃうっていうやつ。じゃあそういう感覚なんですよね。感覚でふりかけっていう手もあるよ。はあ、お茶漬けじゃだけじゃないんだね。うん、他のね、うん、食べ方をするっていうのがすごいね、うん、あとゆかりもよく使います。これはゆかりうどんおすすめですよと、うん、うどんゆかり、ゆかり、面白い。ご飯の真ん中にちょろちょろってね乗ってるやつしか食ったことないけど、うん、ゆかりにうどんか、うん、いや、こういった組み合わせ知れるのってラジオ、そう、ゆかりさんが作ってくれたらもういいことないね。あ、これラジオネームで、ね、ゆかりうどんできたわよ、ヨウさんからいただいててね、あ、してる、ふりかけあるある、うん、ゆかりが好きと言って勘違いされたことがあります。うん、そうですか。いいね、面白いね。あと、メットありがとうございましたとか言って、あ、ヨウさんそういうことか、ありがとうございました。あの、このヨウさんって方は、うん、あの昨日ね、群馬会館で、うん、メット群馬2021っていうプレゼンテーションの、はい、うんうん、あのイベントが行われておりまして、はい、そこのね、チーム前橋の方ですね。お、そう、ありがとうございます。うちの赤木団からも加藤さやかが出まして、うん、プレゼンテーションで、はい、そう、実際にね、 MR で撮った、MR 写真っていうんですか、うん、私も初めて見まして、うーん、あんなちっちゃい頭に本当ソフトボールぐらいの腫瘍のね、うん、大きな腫瘍の写真が出たりとか、実際に、うん、病気が分かった時のお母さんとのこう連絡の取り合い方とか、あ、病気の子ね、そうそう、あ、ごめん、それが言わなかったね、そう、さやきって子がね、目が見えなくなっちゃったんですけどね、はい、そう、でも他にもね、本当にいろんな方々のプレゼンテーションがあって、うん、本当に勉強になりましたね。これはね、絶対に続けるべき、イベントだなと思いましたよ、はい、ね、ありがとうございました、ヨウさん。そして酒太郎さんからです。酒ちゃん、ふりかけ、今日はコセンちゃんだったら大丈夫かな。昭和30年代、ふりかけといえば丸宮、そしてエイトマン、イソヒはチッチチンプンカンプンだろうから、チンプンカンプン、コセンちゃんに聞いてね。何、どういうこと、うん、エイトマンってこの前俺がなんかエイトマンと同じぐらいの速さで
走ったことがあるって、うん、言ってたね。ポロって言ったね。エイトマンっていうそのヒーローの、うん、なんか走ってその犯人っていうか追っかけたりとかする、飛ぶとかそういうんじゃなくてね、うんうんうん、そういうヒーローの漫画があったの。それのふりかけがあったの。エイトマンふりかけ。今は出汁用に使った昆布、鰹節を小さく切って、うん、お醤油、みりんでフライパンで炒めると、うん、ふりかけになるそうです。やってみてって。ああ、出汁取った後のね、うん、それでふりかけ作るんだ、自家製の。あ、そうなの。鮭ちゃん豆だよね。鮭ちゃんすごいよね、ふりかけ作るんだもん。うん、ふりかけは作ったことないですよ。ね、ふりかけイコール作るものだと思わなかった。そうね、大体買ってきちゃうだろうけどね、うん、製品ですね、うん、あとね、あの赤城山でね、赤ヤシオツツジがね、やっぱり今見頃だそうですよ、うん、来週末まで見れそうということで。あ、そうですか。そうだね、この時期ね、うん、ねえ、朱色のいい日に行けたらいいね。秘密の絶景だ、うん、ありがとう、さけちゃん。どうもね。アリオンさんからですね、コセンちゃんの言っていたふりかけはこのことでしょう。スーパーミリオンヘアは瞬時に髪が生えたように見せる新しいスタイルの増毛法、うん、気になる部分に振りかけるとそっちの振りかけだ、うん、植物系抗菌繊維が静電気で髪に付着し、髪が生えたような自然な仕上がりになります。その上からスーパーミリオンヘアミストをスプレーすることにより、雨や風、汗でも落ちにくく、長時間自然なスタイルを保ちます。本題に戻すけど、ふりかけって言えば金商売でしょ、覚えてますか。あ、金商売、高級だよ。へえ。器もね、ちゃんとした焼き物の器に入っててね、金商売。あ、そうなんだ。高いやつね。うん、髪の毛いじられてますよ。髪の毛、あの、剥げ始めた頃ね、20年ぐらい前かな、もらったんだよ、そのミリオンナータラを。へー。誕生日に。で、もうそのもらってすぐにそれを頭にかけて、もうミストシュッシュッてして、ね、固定させてね、うん、で写真撮って、あと捨てちゃったかな、しまどっかにまだ撮ってあるかな。もう賞味期限って消費期限切れてるかもしれない。え、そういうのって消費期限あるの？わかんないけど、なんか、うん、面白がって、うん、ちょっとっ、うん、せっかくくれた人のためにさ、すぐもうちゃんと使って違ったふりかけをいただきましたね、うん、ラジオネームルルちゃん。ルルちゃん、今日のってメールのテーマ、このふりかけ好きです。いつもはおむすび山をご飯に混ぜて、うん、おにぎりにして持っていくけど、今日は時間がなくてタッパーにご飯を詰めて納豆を持ってきたぜ。お昼を食べるときは一人なので匂いは気にしないぜ。昔からあるゆかりというふりかけ、知らないうちに梅子、香り、あかりがあるなんて、最近ではひろしが仲間入りしたそうよって。ほんと、そんなんじゃない、そうなるの、名前シリーズみたいなの。面白い。ほんと面白すぎる。知らなかった。梅子、香り、あかり、そしてひろし。へえ。それも知らなかったけど、あの弁当に納豆持ってってっていうのを見たことないんだけど、ね、納豆弁当って。ご飯と納豆持ってく人でしょ。納豆弁当見たことない。最高だね。へえ。一人だから気にしないもんね。かっこいいな。かっこいいね。ねえ。いや、私はひろしを探しに行くよ。うわ。赤城山大噴火さんからです。大噴火さん。ふりかけご飯が大好きで、必要以上にかけてしまうことが多い。この時注意しないと、ふりかけを吸い込んで咳込んでしまうことがあるから注意してねーっていうメールとね。ラジオネームハワイのママちゃん。ママちゃん。昔からふりかけって嬉しい。ママが子供の頃3食入ったケースが懐かしいです。でも最初になくなるのは、のり玉だったかしら。金商売も好きですよって。ママちゃん、ママちゃんは金商売似合うねぐらいしか食べたことないかと思ったら、のりたまもあるのね。庶民的。そして水星石のマスターさんは、プリキュアのふりかけを毎日使ってます。そういうキャラものをね。かわいい、プリキュア。カルピスさんからです。カルピスさん、本名は船尾と言うんですよ。結構珍しい名字を使ってるでしょ、うん、と。今日のテーマがこのふりかけ好きですということで、自分はふりかけなら梅しそふりかけが一番好きです。最後に謎かけで締めたいと思います。ふりかけとかけておもちゃと解きます。その心はどちらも前に大人のがつきます。カルピスでしたと笑わせてくれました。ありがとうございます。そうですか。ちょっとね、大人でしたね、はい、ありがとうございます、はい、どうもです。
さあというわけで皆さん今日メールありがとうございました。ありがとうございました。ふりかけだってコセンちゃんね、いろいろあるよね。いやその名前シリーズ展開してるの面白かったな。ねえ、ひろしか。今日はひろし探しに行かなきゃ。ひろしどんな味なんだろうね想像つかねえよね。どうしてもクレヨンしんちゃんのひろしが出てきちゃうから。あーそっちね、男臭さがあるんかな、なんかこう。どんなふりかけなんだろう、まあ、男臭いふりかけだってまあどうなんだろう、気になっちゃいます ね、 ね。さあというわけで皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。ね、知らないこといっぱいあった、教えてもらったわ。ねえ、これだからやっぱりラジオってね、やめられないし、なんかね、いいね、皆さんのおかげでね、情報源だわね、できてる番組ですよね。本当そうです。本当にいつもあーちゃんとおじいちゃんを助けてただけありがとうございます。ありがとうございます、助けてもらって。そして明日は、元気印、関あしくんがやってきますよ、関あしくん。この間サンダーズ見に行ったみたいなので、行ったんだ、ね、そちらの様子とかも聞いていきましょう、はい、はい。そして明日はですね、ナッツの話もしていきたいと思いますので。ナッツですか。そうなんですよ、楽しみにしていてください。盛りだくさんでお送りしていきます、はい、それでは本日の担当は私ソフィア彩香と小千じいちゃんでした。それではまた明日、せーの決まってなかった決まってなかった、バイバーイ、またね。